こんにちは、肉です。今回はニジプロ男子ということで、ニジプロジェクトシーズン2が発表されたということなので、ちょっと概要だったりとか、こんな人がね受けたらいいんじゃないかなとか、自分の希望も含めて、そしてそのニジプロに向けてこんな感じだったよっていう結構事実とかいろいろあるので、ちょっと皆さんに伝えていこうと思います。まずニジプロジェクトなんですけども、ね、今日から応募が始まっておりますということで、私自身もすごい楽しみだし、次回もどんなグループができるのかっていうのがすごく楽しみなんですが、なんと JY パークさんのその昨日やられた会見に20も来ていて、でなんかやっぱ迷わずね、その躊躇してるぐらいなら応募してほしいっていう風に言ってました。私もねそう思います。受かるか受からないかは置いといて、やっぱ自分自身見つめ直すこともできるし、受けて良くなかったってことあんまりないと思うし、その自分が受かるか分かんないってところで受けて絶対合格した子もいると思うので、やっぱりためらわずにみんな受けてほしいなっていうのは思いました。そして今回新しく部門が作られたんですよ。なんか前回は歌とラップとダンスとモデルあったのかなっていう感じなんですけど、今回は新たにね作詞作曲ができる人が必要ということで、確かにその K-POP のアイドルとかってかなり作詞作曲ができるメンバーがいることが多いんですよ。なのでやっぱりいるとすごく強いだろうし、あんまり日本のアイドルでこの作詞作曲っていうところに強くね重点を置いてるところってそこまでないと思うんですが、今回ね JY パークさんはかなりこの作詞作曲を力入れたいみたいな感じだったので、できる方はねぜひ受けてほしいなっていうふうに思いましたね。そして年齢とかも中学校卒業したぐらいの年齢の方から、あと12月29日の締め切りの時に満22歳までの人だったかなっていう感じなので、まあ年齢も他のオーディションに比べたら結構若いんじゃないかなって思います。やっぱり JYP とか結構その韓国のやっぱ事務所がやることなので若いですね。日本の方がちょっと大人取りやすいかなって思うんですけど、やっぱりね早めに動いて行動した人が強いんだなっていうのは思います。そして今回すごいのが、やっぱり国内外11カ所でオーディションが開催されるっていうことで、ニューヨークとかもあったし、すごいなんかいろんなところで行われてるっていうのと、あと東京だけでも3日間ぐらいあったし、広島とかね名古屋とかいろんな場所で行われていたんで、この気になる方は、ね、コメント欄のところにホームページを貼っておくので、そこから応募していただけたら嬉しいなっていうふうに思います。そしてキューブあるじゃないですか。今回もキューブあるんですけど、そちらは歌、ダンス、スタン性、姿勢の4つの評価、これはね変わらないですねっていう感じで、なんかキューブもねグレードアップするみたいな感じだったんで、はい、すごい楽しみだなって思いました。今までのやっぱり全く同じで行われるんではなくて、結構ね変わったところもあるけど、でもやっぱその性格だったりスター性だったりとか、そういうなんか根本のところは変わってないんだなっていう感じなので、すごくワクワクしています。そして今回デビュー直後2、3年は日本での活動を重点的に行うということで、やっぱりその日本ってその男の子のアイドルって言ったらジャニーズさんがめちゃくちゃ強いなっていう印象がもうずーっとあるし、まあ最近だったらその JO1 さんとかもテレビとか出てるなっていう印象はあるんですが、まあ、それでもやっぱジャニーズさんが強いなっていうところで、今 NiziU がいろんな番組出たりとか、そういうものに多分 NiziU プロダンスのグループがデビューしたら同じように出れるようになるって考えたら、まあ紅白も夢じゃないし、本当にいろんな歌番組に出れるって考えたらもうめちゃくちゃチャンスなんじゃないかなって思って、私ねニジプロジェクトも見ていたしニチプも見ていたので、ちょっといろんな考えがあって、これは本当に個人的な考えなので、まあなんかその本当に個人的な意見として聞いてほしいんですけど、今までそのニチプとかオーディションでね脱落しちゃったメンバーとかいるんですけど、その脱落しちゃったメンバーがなかなかこのできたメンバーより有名になったりとか、そういうことって本当に少ないなっていう印象なんですよ。やっぱそこはでそこでデビューした方が強いなって、まあ、ニジプロ見てても思うんですが、ただニチプに関しては脱落した子がハイブだったりとか今回のニジプロだったりとか、さらに有名になれるチャンスがあるなっていうところで、いや積極的に応募してほしいなってもう超個人的には思ってます。はい、中野海宝くんとか年齢確かギリギリだったと思うんですけど、高校生の子とか他にもたくさんいたと思うんですけど、なんかいろいろスキルがある子だったりはやっぱり強いなっていう印象で、なかったとしてもやっぱりスター性があれば JY パークさんって見てくれるし、そういうところがあるので、私的にはねかなり入ってほしいなって思う子がたくさんいます。そしてですよ、プデュとかそういうものには結構投票っていうものがメインで、ファンの投票でメンバーが決まることが多いというかほぼそうなんですけど、ただ今回のこのニジプロ男子に関しては JY パークさんが決めると思うんですよ。この前のニジプロジェクトと一緒だったら。ですが実はねニジプロ中にも投票があったんです。はい、皆さん覚えてますかね。ニジプロジェクトの
あの虹の架け橋って番組があったんですけど、そこで虹架け投票っていうのが毎日行われていて、一人ね、毎日一人選ぶことができて、投票したらその人気ランキングが出るんですね。で、それはね、関係あるのかないのかって言ったら正直ね、わかんない。もちろん J.Y. パークさんが決めるんで、その直接ね、その順位ごとにどうなるとかではないとは思うんですが、ただ TWICE を作る16の時も投票でついちゃんがすごい高くって、でその後もこの前の虹プロジェクトの時もまゆかちゃんがねすごい上の方だったんですよ。だからなんか意味があるかもしれないじゃないですか。なのでやっぱりこのファンのね投票っていうのもすごく大事なことだと思うので、1日1回できるこの投票も含めてファンのね結束力っていうか、やっぱりそこは日プ出てた子だったりとか THE FIRST 出てた子が、まあ出るかわかんないです。やっぱりそのオーディションに出るのを決めるのは J.Y. パークさんだったりスタッフさんなので、そこはわからないんですけど、でももし出るってなったらすごく強いことなんじゃないかなって思うので、皆さんね、これから投票もあるかもしれないんですけど、虹プロ男子多分来年の夏ぐらいから行われると思いますので、まあ、私もその時に取り上げられたらいいなっていうふうに思っています。そしてやっぱり思うのが、もう今から11月までちょっと時間あるじゃないですか。もうひたすらね、もう多分その第一次審査は全員直接行けるっていう感じだと思うので、やっぱりすごいスキルを磨いといた方がいいなっていうのは思いました。なんかもちろんね、そのスター性とかを判断されたりとかで2次3次って残れていく子も全然いるとは思うんですが、ただやっぱりそこまでの努力っていうか、みんなやっぱり努力をしてる子が多いと思うので、その中に入っていくってなったら、もう本当に短い期間でも練習をされたりとか、少しでもスキルを上げたりとか、何か自分の能力を身につけたりとか、そういう時間にこっから使ってもらえたらいいんじゃないかなと思って、やっぱりチャンスってたくさん落ちてると思うんですけど、チャンスをつかめる準備をまず自分がしていないと、そのタイミングがあってもチャンスをつかむことは難しいんじゃないかなっていうふうに思いますので、はい、虹プロ男子受けようと思われてる方々、NiziU もすごい本当に人気になって、今じゃ CM とか本当に信じられないぐらい有名企業からばかりたくさん受けているので、虹プロ男子もね楽しみにしたいと思います。ということで、皆さんがね、虹プロ男子、この NiziU のファンってどれぐらい見るのかなって正直気になっているので、私は NiziU のファンだけど虹プロ男子見るよとか、日プ脱落しちゃったこの推しだけど虹プロに期待するよ、でも出ないでほしいとか、いろいろね、いろんな気持ちが皆さんあると思いますので、皆さんの気持ちをコメントに書いてみてください。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは。